リトル、ロックに行くぞ。はい。あれ、ミニだわ。昨日からずっと部屋に閉じこもって何か作ってるみたいなんだ。なんだろう。できた。おい、ミニラ。ミランちゃん。うわ。うわ、すごい。これミニラが作ったのか。そうだよ。あ、昨日行ったドロロン沼の赤土の粘土だ。粘土？あの沼のほとりの赤土はちょうどいい粘り気で陶芸にはもってこいの粘土なんだ。ラドンのことを思いながら作ったらできちゃったんだよ。思いがそのまま形になる、それこそが真の芸術だよ。うん、芸術だ。これを高温で焼いたら強度が増して焼き物として完成するんだよ。おっしゃ、任せとけ。さすがコジラアンちゃん。僕たちの放射火炎は別名放射熱線とも言われていて、内側からもムラなく高温になるからあっという間に綺麗に焼き上がるよ。仕上げは僕がやりたいな。おう、そうだよな。さあミニラ、いくぞ。ゴー。やった、完成だ。うん、表面にいい照りが出たね。はっ、ミランちゃん、芸術作品にはタイトルが必要だよ。そうだな。じゃあ飛び玉。飛び玉がいいね、いいね。ミニラアンちゃんの気持ちが具象化された素晴らしいアートだよ。なんか照れるな。さあ、とっくに行くぞ。飛び玉くん連れてってもいい？ああ、もちろんさ。ラドン、これまでの訓練で飛ぶための技術は身についたはずだ。ララロ、じゃあラドン、飛び出せ。ハップ、ステップ、フラッ。ガジガジ島へ出発だ。ラララテレビとトジコナが合体、始まるよ。テレゴジ島、じゃーん。それなーに、ゴジゴジ島地域限定版テレビくんだ。ゴジゴジ島限定版、すごいすごい。テレビくんといったら日本一売れてるヒーロー雑誌、ヒーローの情報が満載だよね。今日からの特訓はこのテレビくんを教科書にするぞ。怪獣は決してヒーローに倒される引き立て役などではなく、怪獣自身がヒーローであるべきだよね。その通り、ゴジラの歴史を守り続けるための勉強でもあるのさ。ゴジラの息子の名を背負う者として頑張るぞ。見せて見せて。オッケー、ヒーローになるための勉強開始。まずはレディックエッグスからだ。ゴジラアンちゃん、違うよ。それは X じゃないよ。え？スーパー X やセイザー X の X だろ。見た目は同じだけど読み方が違うんだよ。むむ、
となると。わかった、レビックバツか。ヒーローがバツじゃダメだよ。じゃあなんて読むの？レビックテンだよ。テン？よく見て、銃の秘密って書いてあるでしょ。これは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ローマ数字の10、テンって読むんだよ。なるほどな、勉強になるな。そしてアナグラム。アナグラム？アナグラムとは文字の位置を変えると別の意味になるっていう頭脳的な遊びの一種だよ。例えば迷子のクジラを並び替えるとゴジラのマイク。本当だ。同様にレビックテンを並び替えるとなんだろうなんだろう、テレビくん、テレビくんだ。本当だ、すごい秘密だね。ためになるな。よし、勉強続けるぞ。福マネキング、ビッテレマン、ヤミックス、スターポインター、必殺モフモフヒーリング、トールポイ、ミステライカー。ヒーローがいっぱいだ。一口にヒーローといっても様々な設定や特徴があるからね。動物のヒーローもいるね。かっこいいな。よし、テレビくんを読んでヒーローの勉強を続けるぞ。おー